バーンスリーを持ったクリシュナ像はしばしばベヌーゴーパルと呼ばれるバーンスリーの演奏バーンスリーはインドア大陸発祥の木管楽器竹製の横笛であり基管楽器アロフォンの一つインドやバングラデシュといった地域の伝統音楽民族音楽及びそれらをベースにした現代音楽などで使われ北インドのヒンドゥスターニー音楽で使用される最も代表的な楽器でもある 近止の楽器として、南インドの民族音楽で使用される横笛のベヌ、ガール。2から3世紀頃書かれたインド芸能の理論書である、ナーティア・シャーストラ・ナチャ・ショストラにも、その重要性や役割が論じられている。リグベーダや、その他のベーダ経典に登場し、ヒンドゥー教のクリシュナ人が描かれる、際のアトリビュートとしても知られる。また、 バーンスリー様の横笛が古代インドのヒンドゥー教や仏教、ジャイナ教の宗教絵画に頻繁に登場する。また、ジャワ島やバリ島に残された中世インドネシアのヒンドゥー教や仏教の芸術に登場する際にはこれをワングシ、ワンシーないしバングシバンシーと呼んでいたとしている。アーダル・パウエル・アードル・パウエルによれば、フルートは無数の古代の文化で見られるシンプルな楽器で、あるが、 伝承によればフルート様の管楽器が誕生した三つの、こっちは、エジプト、ギリシア、そして、インドである。このうち、歌口が本体等の側面についた、トランスバースフルート型のものは古代インドのもののみに、見られ、歌口が筒の先端についたフィップルフルートは三箇所、すべてに見られる。今日見られるバーンスリーは、中世の早い時期からほぼ変わらぬ形態であると、見られている。 しかしながら、パウエルが、クルトザックスのザヒストリー・オブ・ムシカル・インストルメンツを引用しているように、一部が異なるようではあるものの、古代中国においても、理事と呼ばれるフルートが確認されている。これは、中国独自というより、中央アジアのフルートのデザインを改良したものとみなすことができるが、古代中国のフルートとインドのそれとの関係については、未だ明らかではない。しかしながら、 バーンスリーの影響力は、とりわけ強く、その大きさ、形状、装飾、演奏方法は、ヨーロッパの学者たちの興味関心を引いている。ルチェルン大学のリアン・エリックは、バーンスリーについて、10世紀には、ビザンツ帝国に流入し、そこから中世ヨーロッパ中で人気を博したと述べている。バーンスリーは、伝統的には、ヒマラヤ山脈山麓のタウ地域で育った竹のうち、 管の一節管が楽器の長さになる程度まで自然成長により生育したものから作られる。一つの軸に対して6内子7の思考を持つ。現代では、造毛やガラス繊維性、金属製のものも存在する。バーン3は一般的には12インチほどであり、思考を6持ち、およそ2オクターブ半の音域をカバーするが、思考が7のものは全長が30インチほどであり。 3オクターブをカバーする。ありがとうございます。